はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の数学関係を表す式丸3についてお送りします。で、前回前々回でね、等式そして不等式についてみんなにはやってもらったので、最後は式が作ってる状態から日本語を考える問題をやっていきますね。すごく簡単なとこなんでサクッと終わしましょう。そしてこの文字の式シリーズですね、この動画が最後になりますね。かなり多くなりましたけども、ほんとね、見てくれた方ありがとうございました。最後ね、ビシッと決めるためにやりますんで、どうぞよろしくお願いします。で、問題は穴埋めにしました。1番からね、こう来てこっちです。全部で12箇所穴埋めがありますので、ぜひね、できそうな子は動画を止めてやってみてください。でね、ちょっと自信のない子なんかは一度今から説明をするので聞いてもらえたらと思います。いいかな。それじゃあ早速始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。では今回はね、テーマパークにしてみました。いきます。あるテーマパークの入場料、入るためのお金ね、を大人1人が X 円、子供1人が Y 円です。で、この時次の式ね、4つ式があるので、次の式がどんなことを表しているのかを考えます。まあテーマパークなんでね、まあ女の子にとってはもう夢の国はね、もうディズニーでしょうね、きっとね。俺なんかの場合は夢の国は完全に富士急ハイランドになりますけどね。絶叫系が大好きなんで。まあどこを想像してもらっても構わないです。まあテーマパーク入るためのことだと思って聞いてみてください。では、まずね、2X プラス 3Y イコール 21,100 ですね。これが何を表しているのか、いきましょう。で、この辺はすごく簡単なんです。なぜかっていうと、X は大人でしょ？Y が子供の入場料って分かってるから、まず 2X 足す 3Y ってなってたら、大人 X が2なんで大人2人分と、 Y が3なんで子供3人分の入場料が今イコールなので、入場料が 21,100 円ね。これ単位つけるんだよ。円で、あると。こういうふうに答えてください。大人2人分と子供3人分の入場料が21,100円であるです。で、今回こういうふうに穴埋めにしました。多分、みんながね、なんだろう、受けるね、学校に出てもらった。学校のテストなんかではきっと穴埋めじゃなくて全部書かされます。だから、ちゃんと自分の力でこれ全部書けるようにするんだよ。穴埋めじゃないからね、きっとね。で、次こっち行きます。x-y が1300です。で、この x-y ね、引き算するとき、前も出てきたね。これ、比べてるんだよね、これとこれを。だから、x は、大人の入場料と、子供、そっかそっか、ちょっと待ってね。子供一人分の方がいいね。こっちも一人分入れよう。これ入る？テンパった。ここにしようか。ごめんね。大人一人分ね。一人分の入場料と子供一人分の入場料の比べてるので、差が1300円であるって書いてください。ごめんね、ちょっと汚くなっちゃった。大人1人分の入場料と子供1人分の入場料の差が1300円であると書きます。いいね。で、次です。 X プラス 2Y 大なり1万でございます。で、まずこっちのね、ちょっとこのマーク気になりますけど、先にこっち書きます。 X の前数字書いてないんだけど1が隠れてるので、大人1人分と子供2人分だね。1人分と2人分です。の入場料が、まず1万円扱うね。1万だから。1万円より、こっちの方が大きいんだよね。つまり、1万円より、大きいってお金おかしいからね。高いにしましょう。1万円より高いと書いてください。いいね。そして下です。下もね、ワード数字同じにしました。ここはね、ここ1万5000になってますけど。大人、また1人分です。で、子供、また2人分です。の入場料が、
15,000円だね。で、このマークはこっちの方が小さいんだよね。小さくて、しかもイコールが入ってる。ここにイコールが入ってる時は以下という言葉を使ってください。まあ、以下であるにしとこうか。で、お願いします。ここの答え15,000円より安いって書いたらこれ×です。安いと以下は意味違うからね。で、逆にここ高いっていうところを以上を使うとこれも×です。いっていう感じの入っているものを使いたいんだったらここにイコールがないといけないからね。だから以上は使えないです。じゃあ逆に安いって言葉を使っちゃうとイコールが入ってない時しか安いって使えないんだよ。だから安いも×になるので、ちょっと細かいんだけどね、その辺しっかり押さえて覚えておいてください。いいかな。では今回はね、中学校1年生の数学関係を表す式丸3についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、あとね、このシリーズ本当にね、見ていただいた方って本当にありがとうございました。たくさんあったと思いますんでね、大変だったと思うんですが、では、このシリーズが次、ここ終わりましたので、次は新しくね、方程式のシリーズをやっていきます。また計算がね、始まりますけども、ここの単元、頑張ってくれた子もね、次は結構簡単にいきます。なのでね、もしよかったらそっちも見てみてください。それじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。